盛況でございます。ついこの間サイコロキックの期間終わりましたけども、で私もまあ先日乗りましたので、その動画もね近日中に公開できればと思っておりますが、でただ今このように立体クロスしてあちら側に見えております桂川駅が、先ほどこちらの窓から見えておりましたが、今はもう反対側の右側に見えていると、そういうわけです。撮影の名所として有名ですから、先ほども何人か何名かおられたようですけど、今日は何か来るんでしょうか。でただいま旅客船の外側線に合流して、このまま茨城駅の手前、茨城駅を過ぎたあたりまでは新快速らと同じように走行してまいります。ですからここから特急の本領発揮という感じですね。これが向こう町駅です。向こう町を過ぎたらね、見なきゃいけないこの左側の車窓に見えてまいります、向こう町車両所。この大規模な、ね、京都の車両所はね、ぜひ見ておくべきポイントでございます。
まもなく新大阪です。大阪東行きです。Please change trains out of 新大阪。Thank you.
車遅れ込みについてお知らせいたします。先ほど浜松線内におきまして列車とお客様が接触する事故が発生したため、現在浜松線また関西空港線の電車に遅れが出ております。ただいま関西空港駅には運転を見合わせている列車が多数止まっております。そのための進行待ちとなります。関西空港到着までもしばらくお待ちください。お待たせいたしました。まもなく関西空港に到着いたします。出口は右側です。29分ほど遅れての到着となります。到着が遅めに遅れ大変ご迷惑をおかけいたしました。チケットホルダーご利用のお客様、切符のお取り忘れがないよう気をつけください。今日は特急ハルカ号をご利用くださいましてありがとうございました。関西空港に着きます。出口は右側です。This is an announcement to our